はね、いいカップあるのに、取るともう解散しちゃって、全然いいカップあるように見えないとか。綺麗に横に合ってる。合ってるよね。安定感あります。TPO に合わせて正しいブラを使い分けることです。ということで、これが種類ですね。続いては正しいサイズの見つけ方。これがめちゃめちゃ大事です。サイズ表通り測ったけどしっくり来なかったっていう経験がある方は、まずはこの動画を見て、なぜサイズ表が当てはまらないかっていう理由を知ってほしいです。その後で佐久間流のサイズ表を使わない本当に正しいサイズの見つけ方っていう、こちらの動画もう神回だと思ってるので、こちらの動画を見てみてください。これで TPO に合わせた正しいブラに出会えるはずです。続いては生活習慣の改善ということで、まずは乾燥対策です。張りが失われるとどんどん退化してしまうので、お胸もお顔と同じ同じようにお肌に合うクリームとかオイルとかで保湿してあげてください。姿勢と筋力不足は筋トレとマッサージとストレッチ。姿勢が悪いとね、どんどん楽しちゃってる筋肉が衰えて、お胸の下の土台から崩れていきます。有名なのはお胸の筋肉、大胸筋とか小胸筋だけど、実は背中側の筋肉も姿勢を良くしてお胸の形を良くするのに大事な筋肉なんです。そのあたりの筋肉をもうまとめて効率よく鍛えられるように作った動画がこちらなので、腕立てとかできなくても大丈夫なように、簡単で効果的なメニューを5分に収まるように、毎朝朝トレの時とかお風呂に入る前とかにやってみてください。5分も長いって方あんま仕方ないな。2分から始めてみてください。マッサージのやり方はこちらです。通称離れ乳筋とも呼ばれる前鋸筋。スマホの使いすぎとかで現代人は腕が疲れがちなので、前鋸筋が凝ってる方ってすごい多いと思うんですけど、この辺ゴリゴリやったら痛くないですか？この前鋸筋が凝っちゃうと、なんとお胸を横とか下に引っ張っちゃうんですって。そんな前胸筋ほぐしを入れたメニューになってるので、私も毎日お風呂でやってるんで、たった80秒の短いマッサージなので一緒に頑張りましょう。ストレッチはこの辺りがおすすめです。寝ながらとかオフィスや学校でもやりやすくて気持ちがいい動きを紹介しているので、ぜひやってみてください。ほんで次に栄養面ですね。よくね、豆乳飲んだらいいですかとか質問いただきますが、体ってもんはね、牛乳飲んだら背が伸びるとか、豆乳飲んだら胸大きくなるとか、そんな単純な作りには実はなってなくて、バランスよく食べていることを前提にイソフラボンとかボロンとかビタミン E とかが入っている豆乳やキャベツやアボカドのようなバストアップフードも忘れずに摂ると美胸作りにいいですっていう話で、まずはバランスなんですね。栄養素っていろんな栄養がペタペタくっついてるこう桶みたいになっていて、その中に水が入ってるとして、その桶の板の高さがそれぞれの栄養素がどれだけ取ったかによって変わるとするじゃないですか。タンパク質全然取ってないのにイソフラボンだけめっちゃ取りましたってなっても、結局ここからお水はドバーって漏れていってしまうので、そのいっぱい取った分のイソフラボンは実は体に入ってませんみたいな、分かりやすく言うとなんかこんな構造になってるみたいなので、胸に良い食材だけ取ればいいっていう話じゃなく、バランスが大事なんですね。特にタンパク質、その辺も詳しくはこちらの動画でまとめてるので、気になる方は見てみてください。で、いいことをするのも大事なんですが、それ以上に悪い習慣っていうのをやめないと、せっかくねいいことをしていっても打ち消されちゃうともったいないので、過度なお酒とかタバコとか夜更かしでゲームなどなど、分かっちゃいるけどやめられない系の習慣は一気に変えようとしても絶対無理なので、本当にね小さいことから変えてみてください。いつもベッドでスマホ見ながらつい夜更かししちゃうとかなら、充電の場所をそもそもベッドから遠いところに変えてみるとか、グラマラスレンダー習慣にもね、そういった習慣の作り方とか書いているので、よかったら見てみてください。そして最後に、骨格とか加齢とかが原因の場合ですけど、やっぱり大きな変化を出すのは難しくなってくるので、お悩みによっては外科手術とかも一つの手とは思いますが、やっぱり絶対成功するっていうわけではないようですし、費用もね骨とかなってくるとすごくかかるでしょうから、慎重に自己判断をお願いします。でもね、オートファジーとかすればなんかテロメアが伸びて若返るとか、最近はね無理と思われてたような分野もいろんな研究が進んでますし、今日ご紹介したような方法も続けていけば少しずつ変化が出てくるはずなので、もちろんね整形手術とかも全然悪いことではないけど、お金もかからずノーリスクな対策もまだあるかもしれないので、まずはね今日ご紹介した方法を試してみてほしいかなと思います。ということで、まとめると、離れ乳の原因は 1.TPO 別にブラを使えていない、 2. 生活習慣によって肌の乾燥など体の外から来るものと、クーパー人体や筋肉の衰えなど体の中から来るもの、 3. 骨格や遺伝などどうしようもない場合もあるが、環境的要因の方が大きいようです。そんな対策としては 1.TPO に合わせ正しいブラを使い分ける、夜はきちんと機能性のあるナイトブラ、日中は正しいサイズのワイヤーブラ、運動時は運動強度に合わせたスポーツブラ、正しいブラの選び方
方はこちらの動画をご覧ください。2、生活習慣を改善していく。保湿、筋トレ、マッサージ、ストレッチ、栄養バランス、悪習慣の改善は小さく一歩一歩。3、一応外科手術などもあるようです。まあ、リスクも大きいのでどこのどれがいいとかは分からないし言えませんが、大きな、ね、変化を望む方とかお悩みの大きい方はたくさん調べてみて、いろいろな病院に相談してみるっていうのも一つかなとは思います。でもまずはね、リスクの少ない1、2の方法から試してみてはいかがでしょうか。ということで、離れ乳になる最も大きな要因であり最も手っ取り早い対策としてはやっぱりブラを見直すっていうことだと思うので、ミアもね、みんなに良いものをお届けできるように頑張っていきます。ということで、最後にみんなで作る骨格別ワイヤーブラの進捗をお届けします。前回はファーストサンプルが届いて骨格タイプ別に試着してみた様子をお届けしましたが、コメント欄のね、反応とみんなのアンケート結果も踏まえてセカンドサンプルが届きましたので、その試着の様子をご覧ください。どうぞ。ファーストの時すごい良かったけど、欲を言えばこのレースが緩いなっていう気がしたので強く貼ってもらったら、レース部分だけ強く貼りすぎちゃってレースの中の素材は浮いたまんまでレースだけ中に食い込んできちゃうみたいな状態になったので、そこを改善していただいたと思うんですけど、やっぱりまだね、ウェーブさんここがそげやすいので隙間空いちゃうの で他社さんのブラでこれいいんじゃないかなって思ったのが、ここの部分のレースとここの部分のレースと付け方が違うんだよね。ここはこう引っ張ってくれるんだけど、ここはちゃんと上に引っ張ってくれるようについてたので、ここの浮きがもうちょっと改善されるかなって、ここからこう引っ張ってくれるようにこう縫い目とかを変えて作っていただくことが可能かっていうのは、もしかしたらそうなってくるとそこのパワーネット引っ張りすぎ、上げすぎてみたいなのこととかもあるので、ちょっと要検討です。なんか前ここが前に来すぎちゃってたんだよね、なので後ろに移動してもらったことで綺麗に横に合ってる、合ってる、なのでアテマンあります。谷間の部分がだいぶ寄ったんで自分的には綺麗な胸ができてるかなっていう、前回とね全然見た目が変わったなって、そうコメントでもね、もうちょっとこう脇から支えてほしいとか、ワイヤーの角度とかいろいろコメントいただいてありましたが、つけ心地もすごく良いかなと思います。変えるような形で大丈夫ですか。はい、ウェーブさんは内側にパワーネットついてた方がもしかしたらお胸自体が上がってくるかも。今外側についてるからこうこいつだけがグイって持ち上げられて下がブニュって出ちゃってここに隙間ができちゃうなっていう、こっちはもうどちらかというと胸を丸く見せるタイプ のカップの切り替えになってます。これはここからグーッと引っ張る、こういうふうな、ここに切り替えがあることになって、ここの面、そうです、ここの面で引っ張る感じに。ソーレースにするんだったら絶対めちゃめちゃ柔らかいレースでないとお尻かゆくなっちゃいます。そうですね、セットで見るのが楽しみですね。ねえ楽しみ、絶対かわいい。はい、こんな感じで順調に進んでおります。またご感想などねコメントでいただけると助かります。ちなみに骨格タイプが分かんないんだけどっていう方はこちらの動画で無料でセルフ診断できるように作っているのでぜひ試してみてください。ということでちょっと長い動画になっちゃいましたけど、今日は離れ乳の原因と対策についてお話しさせていただきました。前からねリクエスト多かったのに重要だからこそと思ったら徹底的に調べたくなっちまう性格でして時間がかかってすいませんでした。参考になりましたらグッドボタンだけでも押していただけると励みになります。チャンネル登録やコメントもお待ちしております。それではまた次回の部活でお会いしましょう。またね。